サントメ聖堂イ,インドのカトリックでは、インドにおけるカトリック教会について記述する。全人口の約2%、約1730万人がカトリック信徒であるとされている。インドでは、ヒンドゥー教、イスラームに続き、プロテスタント各派、正教会を含めたキリスト教は、第3の人口規模を保っており、シーク教やジャイナ教、仏教より人口が多い。 16世紀のヨーロッパでは宗教改革の勢いにカトリック教会が対抗する形でアジアへの宣教を拡大しイエズス会がその旗振り役を担ったそれまでにもインドには非カルケドン派の教会が存在していたが彼らと対抗するか時には非カルケドン派の諸教会をローマ教皇の下に組み込んで東方天令カトリック教会を形成しつつ宣教が 行われた。記録に残る限り、日本人で初めてカトリック教徒となったヤジロもゴアにて洗礼を受けたとされる。インドにはガマも訪問し、そしてザビエルも1545年に到着した。1558年、ゴア州と広塚佐教区が成立する。1559年にマランからシリア正教会をローマ教皇の参加に入れて、 東方天霊カトリック教会としたが、1653年に、マールトマ一世主教のもとに独立した。しかし、ローマカトリックはこのうち3分の2を再び、ローマカトリックに改修させる。イタリア人で、イエズス会イロベルトでのビリも1606年に到着し、布教活動を始めた。ローマ天霊による教会も開かれている。インド人ではないが、インドで、 カトリックの修道所として活動したマザー・テレサの事前活動は世界中で知られている。ありがとうございます。